どうも皆様こんにちは、グリードです。すいません、ちょっとサムネをね、最近見てる海外の COD 投稿者の真似をしてしまいました。最近の COD はその Xbox のね、昔の COD がすごい人口が増えたりとか、あとモダン3がね、今年出るっていう情報も確定しだしてて、結構ね、動画配信者も活発になり始めてて、僕も毎日のように見てるんですけど、まあ海外の話なんですけどね。まあそれは置いといて、今回はね、動画のそのタイトルとしては、この部屋、この家、この後ろ背景ですね、ちょっと引っ越しをすることになったので、このベッド背景ともお別れということになりました。なのでこの背景で動画撮るの最後になります。ここに引っ越してきて大体まあ3年ぐらいで、まあ、結構いろいろありましたね。まあ、BOCW から始まって、APEX 始めたり、 CR カップ優勝したり、腫瘍見つかって開胸手術して心臓切ったり、あと2回ほど活動休止したり、まあちょっと後半はあんまりいい話じゃないけど、まあとにかくいろいろありました。で、次引っ越す環境ですね。かなりこう毎日動画配信が頑張れる環境を作ったので、動画配信にねちょっと力を入れる年にしたいと思います。まあなるべく毎日昔のように、まあ毎日はちょっと分かんないけど、まあ可能な限りね、投稿頻度高めていきたいなと思うので、よろしくお願いします。この家で最後に撮る動画はやっぱりちょっと COD にしようかなと思ったので、最近アップデート来てたコールオブデューティーやっていきたいと思います。すでに見えてますが、彼はスーパーマンじゃないよ、ホームランダーですね。ザ・ボーイズコラボが来てます。ザ・ボーイズ、日本で知ってる人いるかな。まあまあやっぱりザ・アメリカのコラボだなって感じですよねでもね、今回クオリティめちゃくちゃ高いですよ、これね。どっかのあれとは大違いだよ、ほんと。ホームランダーに、スターライトに。で、ザ・ボーイズはね、まあ、DC のアメコミヒーローなんだけど、アマプラでもね、こう、あの、ドラマが配信されてたりとかして、まあ、そこでね、結構日本でも知ってるっていうか、見た人いるんじゃないかなと思います。まあ、でも結構ね、その、なんて言うんだろうな、ザ・ボーイズどんな作品かっていうとね、あんまり細かくちょっと YouTube 上で言えないんだけど、まあ、とにかく、スーパーヒーローなんだけど、そのスーパーヒーローたちがめちゃくちゃ悪いんですよ。悪いやつらなの。もう毒図なの。スーパーヒーローが毒図だったらっていうドラマですね。かなりね、グロいし、エロいし、ちょっと下ネタとかグロが苦手な人は見ない方がいいかもしれないです。ホームランダーのフィニッシャーがね、おなじみのあの目からビームらしいので、ちょっと三人称視点で、ちょっとプラベで、ボットにフィニッシャーをかけたいと思います。グログロい。やっぱりなんかアメリカのゲームだね、これは本当。さあ、ホームランダーバンドルでと新マップやっていきましょう。今回のバンドルはもうみんなあれだね、ウォーゾーンでめちゃくちゃ強いしっかりとしたカスタム、ヘムロックとかヘム4とか、ね、今回のコラボ、まあそのスーパーヒーローコラボなんで、ね、ビーム打ったりとか超、まあ、超人的なパワーを使うんですけど、まあよいしょ、ね、このレーザーを見ただけでさ、わなんか COD また変な方向に行っちゃったよ、オワコンやみたいなこと言う人がやっぱり出てきてて、いやコラボやから、期間限定コラボやから、うん、これぐらい派手じゃないとコラボはね、これがさ常設だったらちょっと問題ですけど、期間限定だからね。あ、でもこのフィニッシャーとか、まあまあここね、このコスチュームはもちろん残るけど、ウォーゾーンのそのスキルで使えるレーザービームとかね、そっちはまあ期間限定ですね。 OK で、そこいる。 OK いいね。奥来るな、これ覗いとこうか。フラグで飛ばす、もちろんやって。いや、このカスタム普通に強い。まあ、ヘブロックが強いからな。間違いないよな、正直。待って、これ敵来てるから、一旦水中逃げる。ちょっと、うわいやー、なんか、あれか。落っこちたから、フィニッシャー中に落っこちたから、キャンセルしちゃったんか。このホームランダーっていうキャラはね、どんなキャラかっていうと、まあ母乳大好き。オッケー。ほんとね、配信外で唯一やってるゲームっすよ今なんかこう何も考えずにただひたすらにこうマルチをやってる。
ウォーゾーンとかはちょっとなんかパーティー組んでがっつりやらないと楽しめないけど、なかなか気楽にできないけど、やっぱマルチはいいっすね。 OK。 今作なんかもうモダン3が出るっていう噂があるんですけど、なんか MW2 の武器とかね、コスチュームを引き継ぎできるっていう情報がもう確定したのかな。なんか僕の予想が当たってるんじゃないかなと思うんだよね。なんか今回のモダン3は、今年出る COD は完全新作っていうより、その MW2 の拡張みたいな、拡張パックじゃないけど追加コンテンツ的な立ち位置で出てくれたら嬉しいですよね。だからこのエンジン、ゲームエンジンとかこのモダン2を引き継ぎっていう形が僕はいい。もうこれ以上さ、ゲームエンジン変わって操作性変わったりとか、もうちょっと勘弁だから、ウォーゾーンだとフィールドアップグレードでこのスキルね、特殊能力使えるから、ちょっとだけウォーゾーンやってみよう。ホームランダー飛べるんやけどねスーパーマンと同じ能力はあるんですけどね。あ、もうゲットしたかも。フィールドアップグレードと同じ能力だから、ほっ、あれランダムなのか能力は。これワープだったけど、1アイテムにつき1回だけか。なんだあの動き。スーパーヒーロール的に赤い、注射器マークのあたりに、さっきの特殊スキル持ってる敵がおるので、敵目の前にホームランダー確認。ホームランダー1、ワンダウン、もうワンダウン、もうツーダウン。この人じゃないから思ってんの。オッケー、ツーダウン。よっ、待って、お薬撃った。不発あーって、あーやばい、待ってめっちゃ敵来てる。ここまず一旦逃げよう。ちょっと待って、めっちゃ面白くなってきた。ノック取った。 OK、 オールダウンじゃないかこれで。このスーパースキルをお見せしたいんだけど、普通の試合がなんか面白い展開になってるわ。もっと待って、敵撃ってる。 OK、 どうだ、いやダメか。うわー、待って、これ敵に当てられたんだよな多分。こっちも撃ったんだけど、やっぱそうだ。うわー、マジか、敵の方が判断早かったな。え、なにこれ、なにこれ、飛んでっちゃった、飛んでっちゃった。え、待って、なに今の。え、知らない知らない、久しぶりのウォーゾーンすぎて知らない。ホームランダー飛んでっちゃったよ。いや飛べるんだけど、いやそういう意味じゃなくて、飛べるんだけど飛ばされちゃったんよ。お、もう一個あった、撃ってみると。あ、スーパージャンプ、スーパージャンプわかりやすいね。でも最終円だからな、もうそろどこで使うのがかなり難しくはあるな。削ったけどマスクつけられてるかな。どうなんだ、別弾。まだ周りめちゃくちゃ生きてる。待って、能力持ちが多すぎて画面真っ赤や。でガスが動いちゃう。スーパージャンプや。あれ、おお、待って、飛びすぎたー。うわー
いや、いいスモーク。神神神。うわ、空爆かこれ。どうなってるのかマジでわからん。待って、上にもいるから。待って、そこ入れる入れる入れる。待って、神展開神展開。勝った。なんでなんで勝ったんだよ。ちょっとダメだ、全然使いこなせてなかったわ能力を。真面目に走って帰ってくホームランだ、クソ面白いな。はい、というわけで、これからちょっと動画配信頑張っていきますのでよろしくお願いします。よかったら高評価ボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。バイバイ。